かな昔、マナの力によって進化した文明が地上に栄えていた。やがて人々はマナの力を戦争に利用するようになり、マナの要塞と呼ばれる巨大な船を生んだ。しかしあまりに強大なその力は神々の怒りに触れ、神獣が地上へと遣わされた。要塞と神獣の激しい戦いが世界を炎と毒で包み、地上からはマナが失われていった。その時、聖剣を携えた勇者によって要塞は落とされ、神獣も人々の前から姿を消した。戦争によって文明は失われたが、世界には再び平和が戻った。時は流れ、歴史は繰り返す。おーい、みんな、待ってくれよ。ダンディのグズ、ぼやぼやしてたら見つかって村長にまた怒られるぞ。そうだよ、村の掟じゃここに来ちゃいけないんだぜ。なんでもお化けが出るとか。へへん、大人たちも幼稚だよな。俺たちが怖がって近づかないと思ってんだから。でもばあちゃんが昔滝で光り輝くものを見たってさ、きっとすごい宝があるんだぜ。さ、先を急ごう。あ、落ちる。こりゃ登れそうにないな。どうしよう。ランディーよ。村はこっちの方だな。でもこれじゃ通れないよ。ランディーよ、さあ剣を抜くのだ。誰？なんだこの剣は。えい、な、まぶしい。あ、お化け。ランディーよ、剣を頼んだぞ。あ、なんだ。あ、剣が。どんどん光が消えていく。村に帰ろう。
選びが、やばいぞ。おや、ランディじゃないか。さっき滝の方の空にすごい光が見えたよ。なんだかあたしゃ悪い予感がするね。クワバラクワバラ。店に見慣れない男がいるんだ。なんだか目つきが悪くておっかない感じだよ。あのお客さん、どこかの国の騎士様らしいけど、こんな村に何の用かしらね。よう、ダンディじゃないか。さっきボブたちがケツを変えて戻ってきたが、どうかしたのか。ランディ、無事だったか。今ボブたちから話を聞いたところだ。キャー、一時はどうなるかと思ったぜ。手間かけさせやがって、このドジ。だからこのやつ連れていくのは嫌だったんだ。バカ者、あそこへ行ってはならんと言っておいただろうが。あった悪ガキどもが。ん、ランディ、何を持っているんだ。それは、いや、まさか。おお、もしかしてお前、お宝を見つけたのか。なかなかやるじゃんか。ああ、なんということだ。聖剣が抜かれてしまった。誰にも抜けないと思っていたが。
ゲゲ聖剣聞いたことあるよ。抜いたら村は全滅だって言い伝えよ。まさかランディが抜いてしまうとは。伝説では聖剣がこの村を守ってくださるとされている。それが今抜かれてしまった。バカ野郎、なんてことをしたんだ。だからモンスターが暴れだしたんだな。お前みたいなよそ者が抜いちまったらおしまいだ。えい、お前なんか。やめろよ。うるせえ。立ち上がれ。よせよ。中心だ。敵の動きをよく見るんだ。隙をつけ。行くぞ。行け。これ式。これで決める。いくぞ。これ式。よくやったぞ。待ってろ、今引っ張り上げてやろう。ああ、俺死なねえからな。その剣はどうやら本物の聖剣らしいな。大変なことになった。どうしよう。世界に危機が迫った時、勇者によって引き抜かれるはずの伝説の聖剣だ。しかし君はまだ若すぎる。きっと聖剣に何かが起こったのだろう。これ差し上げます。いや、ダメだ。聖剣は力を失ってしまっている。この剣を蘇らせなければならない。それは剣を抜いた者にしかできないのだ。どうすれば。水の神殿のルサルカ様に聞くといいだろう。200年もこの地を見守り続けてきた方だ。何かいい知恵があるかもしれん。ランディ、村長が家に来いってさ。では私は用があるので先に行くぞ。私の名はジェマ。神殿で待っているぞ。このままほっとくのか。そうや、安心できないわ。いつまたモンスターが現れるか。
おお、ランディ、困ったことをしてくれた。その聖剣はこの村の守りだ。突然モンスターが現れたのもその剣が抜かれてしまったからかもしれん。そうに決まっておる。このままランディが村にいればまたモンスターが来るぞえ。出て行け。そうだ、出て行け。出て行け、出て行け。はあ、残念だが仕方ない。ランディよ、この村から出て行ってもらうことにするよ。地下に宝箱がある。それで装備を揃えていくとよいだろう。お兄ちゃん、どっか行くの？行ってらっしゃい。よっ。もともとよそ者のお前をこれ以上は私でもかばってやれん。許しておくれ、ランディよ。お前はもう覚えていないだろうが、お前はまだ幼かった頃、この村に母親と共にどこからかやってきた。だがお前の母親はすぐに行方不明になってしまったのだ。私は身寄りのないお前を引き取り今日まで育ててきたが、お別れだ。きっといつか母親に会えるよう祈っているよ。達者でな。見ろ、お前が聖剣なんか抜くからだ。出て行け。寂しくなるけど仕方ないわ。だってあんたのせいだもん。もう準備はいいのか？なら早く店で支度を整えなさい。もう準備はいい。なら、もう準備はいいのか？村長の命令でお前はもう村に入れられないんだ。さあ行きなさい。いらっしゃい。わし世界中をネットワークで結ぶ大砲やブロッサネ。水の神殿に行くんだろ。ジェマさんなら先に行ったよ。大砲で神殿までひとっ飛び。ジェマさんにお前の分もお金をもらったよ。乗ってく？そう来なくっちゃ。さあ大砲に入っとくれ。我々はパンドーラ王国の魔女討伐隊だ。妖魔の森の悪い魔女を退治しに行くんだ。待っていたぞ。さあ行こう、ランディ。
様はどこに？あの女の子に聞いてみよう。ねえ君、ルカ様は？俺、失礼な。ルカ様、お久しぶりです。よく来たな。じゃあこの子が200歳のおばあちゃん？ほほう、お主が聖剣を抜いたのか。これは面白い。ルカ様、魔物たちがムラムラと襲い始めております。先ほどもこの少年の村に。知っておるわ。水の流れを通して世界中のことがわかるのじゃ。マナの力が弱まっておる。だからその少年なんぞに聖剣が抜かれてしもうたのかもしれん。その時この辺りのマナのバランスが崩れ、魔物たちが暴れ始めたのじゃろう。世界には聖剣の力を封じている邪悪なモンスターたちがいるようじゃ。それらを倒せば聖剣の力が回復し、鍛え直すことにより、さらなる進化を遂げるじゃろう。先ほどのマンティスアントもその一つじゃろう。聖剣の力が少し回復しておるようじゃ。モンスター以外にも、剣の進化力を回復する封印があるかもしれぬ。それを見つけるのじゃ。ジェマよ、帝国の動きに気をつけるのじゃ。帝国はマナの要塞を狙っておる。マナの要塞？あの世界を滅ぼしたっていうおとぎ話の？おとぎ話ではない。本当に要塞はあったのか。帝国は要塞を蘇らせようとしている。帝国は各地の神殿にあるマナの種子の封印を解こうとしているらしい。この神殿の周りにもすでに何者かが様子を探りに来ておるようじゃ。パンドーラ王国で何やら不穏な動きがあるようです。それと帝国に何か関係が？わからぬ。ジェマよ、国王に会い帝国に用心するよう伝えてくるのじゃ。わかりました。では早速、ランディ、ガイアのへそと呼ばれる洞窟に向かえ。ドワーフの鍛冶屋があると聞く。ドワーフたちにその聖剣を鍛え直してもらった方がいいだろう。剣が進化し技レベルを上げれば使える技も増えていくはずだ。しっかりな。ランディよ、何をそんなに怯えておる。その剣はまさしく聖剣じゃが、その光は失われ、もはや聖剣としての力は残っておらぬ。聖剣はその最後の力を使い、自らお主を選んだようじゃ。どうすれば？お主自身が聖剣にふさわしい勇者となるべく、勇気と力を身につけなければならん。祭壇のマナの種子に聖剣を掲げてみなさい。マナの種子と聖剣が共鳴したのじゃ。これで世界のどこにおってもその聖剣には種子からのパワーが届くはずじゃ。世界にはここを含め全部で8つの神殿がある。それぞれの種子から力を授かるとよい。この先錆びついた聖剣だけでは不安じゃ。聖水で清めたブロンズランスに持っていけ。聖剣と共に使えば聖剣と同じように進化していくじゃろう。回復してやろう。セーブもしておくかね。
まずはジェマも言っていたガイアのへそに向かえ。そこには地底神殿があるはずじゃ。ガイアのへそへは南のパンドーラ王国を抜けていくとよいだろう。ここはパンドーラ王国の城下町だ。君が来たら通すようジェマ殿から聞いておる。ジェマ殿、タスマニカ国からいらっしゃったそうだ。
お城にいるんじゃないか。それから言っておくが、あまり町の者とは話さない方がいいぞ。ここはパンドーラのお城です。この国の様子を見てきただろう。魔女エリニスが何のためかは分からぬが、町の人々の正気を抜いているようだ。魔女に正気を抜かれた人々は町の南の遺跡に出入りしているようだ。私は遺跡に潜入し調べてみようと思う。お前はガイアのへそへ急げ。村を追い出されたの。でもこの国も今ではこんな状態。あなたもすぐに立ち去った方がよろしいでしょう。
せい。行け。行くぞ。行くぞ。せい。せい。よっ。
この先は魔女の住む妖魔の森だ。森には魔物がいっぱいだよ。女の子が一人で妖魔の森に入っていったよ。今頃はかわいそうに。いらっしゃいだす。どこ行く？どこでも56。
はドワーフの村だ。